皆さん、一回ぐらい思ったことないですかこの人、話長いなあ,あ,ありますよね。絶対あると思います。本当に結構、ありますよね。この人の話、いつ終わるんだろうとか、同じ話ぐるぐるしてるよなあとか、いつになったら終わるんだろうとか、でもなあなんかちょっと話長いんですけどって言うわけにもいかないし、どうしたらいいんだっていう時の、決定的なですね、もう対処法。 というものがあります。しかもそれは相手の話をこう遮るわけでもなく、相手に不快も与えずに、きちんと話を、に対応するっていう方法。 私たちコーチカウンセラーも言ってしまえば話の長いクライアントさんっていうのはいます。いて当然です。自分の中でいろんな悩みがあってそれをぐる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 いろいろ話をしてくださったり、あるいは自分の中で話がまとまってないと同じ話を何回もしてしまったりとか、聞きながら、あ、この話3回目だなとか、この話前回も言ってたなとか、ありますよね,ね。日常のコミュニケーションでもそういうこと多々あると思います。旦那さんでも、例えば奥さんの話長になって思う方 方もね、奥さんがすごく喋るタイプの方で、旦那さんがちょっと口下手だったりすると、すごく聞いてなきゃいけない。なんかヒロさんの動画で、傾聴が大事って言ってるから、なんかひたすらうんうんって話聞いてるんだけど、話がいつになったら終わるんだろうとか。<laughs> ありますよね、そういうことって。じゃあ、そんな時どうしたらいいのかというと、アクティブリスニングという方法があります。これは、私たちコーチカウンセラーがきちんと使いこなしている技術でもあるんですけれども、アクティブ、まさに能動的に話を聞く、捕まえに行くっていうことですよね。どちらかというと、聞くという行為は、受動的。 受け身なことが多いと思います。相手の話を遮らずに、うんうんと心を一緒に動かして聞く。これが一番もちろん大事なんですけども、これだけだとまさに話し手側がずっとマシンガントークが止まらなかったり、同じ話をぐるぐるしてしまうことがあるので、そんな時にアクティブリスニングとは何かという。 と、相手の話の要点を3つのポイントで脳内でまとめながら相手に投げ返すっていう、こういう、まさにアクティブです。能動的に相手の話を捕まえに行って、あなたのおっしゃってることは、こことこことここがポイントですかっていうことを一回尋ねて、そうなんですって帰ってきたら、じゃあもうちょっと喋ってもらっていいですかっていうふうに相手に話す。これは例えば、私たちがやってるコーチカウンセリングの現場での話だとすると、例えば、 うつで悩んでる方っていうのが、上司がこうで会社がこうで自分自身をこう責めててと言って同じ話がぐる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 してらっしゃる、そんなクライアントさんの話を、うんうんと真剣にもちろん聞きながら、ではちょっと確認したいんですけれども、今おっしゃられたことっていうのは、このあたりとこのあたりとこのあたりがポイントになるっていうことですかねとか、このあたりとこのあたりとこのあたりを問題として考えてらっしゃるということでよろしいですか で、こうやって3つぐらいのポイントで押さえて相手に一旦投げ返すわけですよね。すると相手が、そうなんですって言った後に、じゃあもう少しお話しいただいていいですかっていうと、この玉ねぎの薄皮を剥くようにして、次のトピックに話題が移るっていうふうに、人間の脳って面白いですね。相手に3つぐらいのポイントでまとめてもらって投げ返してもらうと、次の話題に行くっていうようになってるんですよね。 で、このアクティブリスニングを日常のこうコミュニケーションの中で使っているときも、ちょっと話が長いなと思ったらきちんと聞きなんだ、なるほど。今回楽しかったのは、これが一番楽しかったってこととか、別に3つでなくてもいいので、ね、ね、この前例えばハワイに行ってきて、一番楽しかったのはこれとこれっていうことって、相手に聞いとそうなんだよ、ね。ってよかったね。ね、ね、ね、あとは って聞いたりすると、案外そこから次のトピックに移って、ようやく話が完結の方に向かっていくとか、このアクティブリスニングというのは、私たち自身もですね、意識することによって、要は聞き手側として、聞き手としての傾聴力もすごく上がります。長い話を3つぐらいのポイントを捕まえるにはどうしたらいいか。 か短い話話であったとしても今回の話のポイントはどこか三つぐらいにまとめるとどこになるのか。まあ三つが難しければ一個でも二個でもいいんですけれども、相手の話のポイントをきちんと要約しながら捕まえに行ける、そういう傾聴力を磨くことができるので、皆さん自身のコミュニケーション能力もめちゃくちゃ上がります。私がこれまでの動画でもいっぱい話してきた、傾聴力を高めるためのペーシングとかオーム返しとかですね、心で聞くとかいろんなことを話してきましたけれども、そういった土台をきちんと作りつつ、今度はさらにレベル 上げてアクティブリスニングを皆さんがちょっとずつこうマスターしていただくともう日常のコミュニケーションが全然怖くなくなったり、えー、皆さん自身が本 本当に聞き上手だねと。本当にあの人信頼できるなと。聞き上手な、別に口下手であったとしても、聞き上手なだけで皆さん自身がそういうふうに信頼される存在になれたりですとか、アクティブリスニングをちょっとできるようになった時代から、私自身もコミュニケーション能力がまたバーンと上がったという実感もありますし、本当に有効なスキルだなと思って、今ももちろん、えー、まあ、聞き上手な方だとは自分でも思ってますけど、本当にそのコミュニケーション能力を日々高めていきたい。 ないなとも思ってますし皆さん自身がこのアクティブリスニング、相手の話を要約しながら聞いたり、それを相手に投げ返したりしながらのコミュニケーション、図れるようになると、もっともっと日常のコミュニケーション、皆さんが幸せになれるような、そんな社会ができていくのかなと思うので、ちょっと心がけてもらって、練習してもらったらいいんじゃないかなと思います。 いいつもごご視聴ありがとうございます、えー、チャンネル登録していただくと日本を元気にしたい日本中を復活したいっていうね私のメッセージがまた日本全国に届いていきますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いします。